当に今日の政権、長い政権の中で本当に腐れ切ってしまった、信じられない事件が次々と明るみに出ている。浦金事件はその最もひどい、本当に信じられないような事件でもありました。皆さんからいただいた錠剤を自分の懐に入れてしまう、本当に考えられないような事件であります。権力の構造を、腐敗の構造を変えない限り何にも改まない。政治改革はすなわち政権交代。私は現在野党の協力を、野党がそれぞれみんな勝手に候補者立てちゃダメだ、一つになって戦えば必ず国民の支持はできる、政権は取れる。どうやって一対一の構図に持ち込むか。私が地域の連合事務所に駆け込んでほしいな。皆さん、東京24区の野党候補乱立、ただ萩生田を利するだけです。なぜ有田さんで勝利するように協力しないんですか。八王子の皆さん、自民党の悪を倒しましょう。